はい、えー、ついにこんな時代がやってきてしまいました厚生年金は今後企業規模問わず加入へ進むということなんですよ厚生年金に入られてない方ってやっぱ将来の年金の受け取り額に不安はあると思いますけどもいやあのね厚生年金払ってみてくださいよとてつもない金額ですよ <laughs> まあ従業員がいて厚生年金を払わなくてはいけない会社ってのはその従業員に対する パーの厚生年金負担が莫大あるわけですよ。まあ例えば一人当たりの厚生年金金額、毎月収めるのが10万だとしたら、会社5万、従業員5万っていう割合で払うんですよね。じゃあ従業員が10人いたら、会社の払いって50万なんですよ。だったら人を雇うのやめようかって話になっちゃいますよね。この厚生年金ってのが、もしね、企業の規模が小さい時に、加入の義務はないですよって言ったら、 会社としてはそのコストの負担ってのがないわけなんですよ。あくまでも働く人が自分の任意の保険に入るという自由度があったんですけども、厚生年金を追っかぶせられるとね、もう安々と人が雇えないよねってことになります。相当生産性がある稼いでくれる人じゃないと、だって厚生年金の支払額が会社の負担、本人負担をプラスオンされるわけですから、その辺を稼げない人はもう最初から採用しませんって話になりますよね。というところで、 今後、就職がもっときつくなるってことですよね。特に、新入社員に入る方は、最初から厚生年金、福利厚生がある会社に入ると思いますけども、でも、転職の場合っていうのは、例えばね、近くの、うん、弁当屋さんに勤めるとかね、近くの小さな、あの、まあ、スーパーに勤めるとかになると、これ厚生年金、今までは入らないのが当たり前だったと思うんですけども、今後は入らなければ採用ができないってことになりますし、あとね、 現状でも多いんですけども、うちは厚生年金入ってますよとか言って、従業員から厚生年金代を預かっておいて、実際には保険料払わずに、会社の経営に使ってしまうとか、そういう例もね、今結構ありますからね。だから会社を辞めたりとか、勤めてたところを辞めた時に、実は年金払われてなかったとかね、労働保険払われてなかったみたいなことがあって、何の保証も受けられないっていうチューブラリンの払うだけ払わされて、実は 加入してませんでしたみたいな笑えないようなねそんなあ方もおりますんで用心した方がいいかなと思いますまあ私たちは自分で調べなければならないことが結構多いですから聞いてないよ知らないようじゃ済まないことがかなり増えてきたってことなんでしょうね